はい、皆さんこんにちは、アキでございます。総評さんで三国志13ですね、やっていきましょう。がぜん面白くなってきましたね。いやー、孫権さんいいわ、ほんといいね。はい、竜陽さんで、やっぱり2枚ね、任務上2枚持ってる人は強いわ。あなたこの人軍師か。いやでもちょっと仲良くしたい、あげたい。であなたは、ああもう寛平さん、あ龍門さんしかいないんだね。うん、龍門さんで行っちゃいましょう。報告を扱っております。はい、さあ帰りましょうと。報告します。はい、シビ様を豊洲です。ああいいでしょう。報告します。はい、訓練ね。もちろん良いぞ。報告します。うってつけの者がおるではね。おー、いいね。もちろん良いぞ。長老さんがちょっとね死んじゃったのはね残念な感じはしますけど。もちろん良いぞ。はい、報告します。もちろん良いぞ。はい、いいですよと。さてと、報告します。はい、もちろん良いぞ。はい、どうぞと。いや人事をガンガンいっちゃいましょう。うってつけの者がおるではないか。まだ派遣はしてなかったんだね。ちょっと時間かかりそうですけど、我々みんな一気に移動するんでね。さあ、うってつけの者がおるではないか。いいね、私よりもこっちに任せましょう。はい、であとはちょっと動詞枠作っちゃいましょうか。うん、79日だもんね移動がすごい長い。はい、先ほど直使が来ました。成長にて、もうすぐ参らった。直命を伝える上昇に任ずるね。初通信でお受けしますと、今一番あれ持ってんだろうね。全能力プラス9、上昇に任じられるとすごいね。自由兼備を名乗りました、龍門さんね。これどうなんだろう。お、いっぱい出てきた。あ、いけそうね。あ、永遠さん、永遠さんどこあんた今いんの。ちょっとあなたとはちぎっときたい。新章双方に送りますか。はい、いや永遠さんちょっと追いかけよう。はい、龍門さんね。あ、孫さんか。あ、それだけしかいないんだね。じゃあ仕方がない。はい、あ私もう帰り永遠さんとこ行っちゃおっか。我が軍団、いや武将だね。永遠さんどこ。5人いんのね。めっちゃ遠いじゃない、めっちゃ遠いじゃない。あなた必ず5人いるかどうか分かんない。あ、任務受けてないね。あ、そうだ、この人は任務あぶれるんだった能力低いから。遠いなぁ。5まで行きましょう。大使さんだね。さて行こうか。これね、一番引いてる画面じゃ止まるんですよね。移動しないんですよね。でこう動かすと、あ、ちょっと待って、ガセイさん、あ、そうだ、11万できてるかなんか言うとったね。ちょっと待って、うわぁ結構な戦いになってますね。まあ、おお呂布がいる。まああれでしょう、我が上司だったら問題ないでしょう。トトクのね、周さんだったら。劉海は周囲で、おー強いね周さん。長人霊峰五位馬中貢献ご飯ご覧。馬中さんはもともと5の人だっけ。結構能力高かった人だよね。講師にいて、どん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 来ましたよ。もうリンゴ、あるわ、リンゴ変わるから、あれだね。報告します。持ってかれないようにしないとね。おう、どうぞ。厳しいか。いや、いいでしょ、行ってきにしない。もちろん良いぞ。だって、兄弟かなんかじゃなかった。うってつけの者がおるではない。はい、どうぞ。もちろん良いぞ。はいと。館中にて、用心が、陳頭の、陳頭さんもそうすればいいね。
応じてくれました。うんうんうん、厳しいか。厳しいか。ダメだね。ここまで来た。ああでもだいぶ変わってきたね情勢が。何しようか。ああ武装移動させられた。ああ2人3人4人5人今ちょっとキーを押してね6人持ってかれたよ。5人か。5人持ってかれたかな。はい。報告します。お、東洋ね。物がおるではないか。あ、どうぞ。良いぞ。ならば、あ、臨機応変か。じゃあ内政やっていただけますか。誰かいる内政。あ、いるわ全然。いるね。で、じゃああとは、あ、巡察は最大まで行ったのか。すごい。いいとこだここ。はい、文化9。あ、翔陽さんね。あ、止まっちゃった。さあ、春になりましたね。理由の重心特性、構成無視で合歩所属武将の忠誠が上がりました。お、1209。さて。お、1万超えたね、お金がね。うん、こうなったか。はい、六甲交渉ね。あ、翔陽さんもすごいね、やっぱりね。両者の働きは抜群の位置があった。さあどうなっていくんでしょうね。インフォが倍比の説得に応じ登用されましたと。そろそろ着くね。わ、商売に行き詰まってしまって、あ、商人の知力29だ。この行き詰まりの商人は合わせてくれるんですよね、知力はね、唯一。少し私の理屈を聞いてください。はてさて、これは困りましたね。35対29です、知力が。もうほんとこれ市長来たら嫌だな。大反論。あー挑発か。おい。あーそう来たか。でも反論来るかもしれないと思ったら怖かったのね。反論だね。あ、負けない。それには異なる側面もある。ほんとしょぼい試合だね。あーくだめだな、こうだな。それにはこっ、なるほど。そういう全然逆に言うたらあれか。ではこの手やられてもいらないのか、こっちも。なるほど、そういう見方も。あ、まだあったんだね。それには異なる側面もあるのです。ほんとしょぼい試合だね。しょっぱい試合だね、すごく。いやはや、少々言葉が過ぎました。平にご用意しよう。おー、低レベルな試合し、何言ってんだかね。毎度毎度思います。はい、金502がね、あ、5に入りましょう。さあ、説得しますよ。エインさん。わざわざすみません。ね、あなた照れさせた方がいいかな。中性98だね。あ、これだ、物欲だった。物欲だね。これだね。はい。照れさせよう。ありがとうございます。はい。照れちゃった。だから、どんどん論議してあげていきましょう。このようにしてはいいか。よいしょ。はい、議論が深まりましたなと。はい、訪問してね、どんどん上げていきましょう。このようにしては。はい、さあ、あとは国を飛まして、まあある程度飛んでる国なんでね、もうあとはもう攻めに行くところも北の1個しかないんでね、すごくやりやすい国ではありますね。でも漢中大使になりたかったな。漢中大使の方が絶対面白かったと思うんですよね。はい、同志枠が。で、私お金にゆとりがあるので同志枠をね、もう50いっちゃいましょう。柏さんでね。はい、どうぞ。報告します。はい、はい、つい話し込んでしまいましたな。紀子という人間が少し分かった気がしますと。いやいや、まだまだ分かってもらわないと困りますよ。論議ね。このようにしては。はい。
いや、この二人本当いいよね。はい、つい話し込んでしまいましたなと。お、シビさんでいいのかな、陳野さんの説得に応じてくれました。さあ、もう一押し。はい、このようにしては。お、お、傭兵官ね。一人部署移動しました。二人移動しちゃった。まあ人材いっぱい取ってっからね。よいしょ。報告します。農業投資ね。構わんぞ。で、はい、報告します。今度は農業ね。構わんぞ。で、私はまだね、議論が深まりましたなと。はい、応援さんからお前お誘いね。はてはて、さてどうしたものか。青い顔をして、どうしよう、青い顔。王総評だな。実は農村の住民より機械の話が舞い込んできたのです。夜な夜な先祖の霊の声がして、区物を納めれば祟ってやると脅かされているというのです。なんと先祖が子孫に区物を宝とは確かに機械な話ですな。何度も解決してやりたいんだけど、どうもこの手の話は苦手で、総評だなもついてきてはいただけませんか。さてどうしたものか。ん？絶戦になる感じがするのかな。絶戦になる予感。背景にあります。幽霊と一騎打ちなんかできないもんね。かといって幽霊とじゃあ絶戦できるのかっていう話になると、こう、っていう気もするんだけど。急ぎ支度をせねば。あ、あいった。さあ人材どんどん取っていきましょう。まあこの1回目はね、1列目は当てにしてません。あら。あら、厳しいか。ああ、ここダメだね。ああ、もうダメだね。厳しいか。じゃあ内政してもらいましょうか。そうだね、内政だね。文化、ああ、文化級いけるね。さあ、はい、会計に入りましょう。で会計の調査だね。調査、その前に名品購入。あ、リクソンさんだ、ここ。あ、お酒だけ買っていきましょう。安いのだけね。調査しましょうねと。この辺りの村で機械な声が、そう聞いています。まず調べてみましょう。あれ、これ私初めてかもしれないね。着手するぞ。はい、16増えましたと。ちょっと待ってね。報告します。はい、両門様より騎兵の訓練ね。もちろん良いぞ。良いぞ良いぞ。で、報告します。合法で騎兵の訓練をした両門様よりね。官兵さんでね。もちろん良いぞ。あ、だと。報告します。合法での商業投資、商用様よりね。はい、どうぞどうぞと。はい、よく来てくださいました。先祖の声はあそこにある祠から聞こえてくるのです。ほう、あの祠から。いかにも不気味な雰囲気だな。もう寒気がしてきた。さ、いいね。なんかそのもう臆病っぷりが最高だわ。私は村に戻っておりますので、よろしくお願いします。あとは我らに任せておけ。誰がやるの。う、区物がたらぬ、あ、供物がたらぬか。先祖をないがしろにするならば、お前らを叩いてやるぞと。おお、一騎打ちだなこれ。ひ、確かに食いましたぞ。数陸物を用意すれば祟りが。任せておけって言ったんじゃないの。いや、それには言いません。さあ先祖の霊とやらすぐに祠から出てまいれ。え、なんだ貴様、祟りが怖くねえのか。そういうことなのね。あ、委員さん最高だわ。やばいわ、総評さえも好きになっちゃいそう。そう簡単には通しませんぞ。え、これは受け切れますか。相手70だもんね。さあ、じゃあ攻撃攻撃攻撃で、いや、まずね、崩し、いや違う、防御攻撃、攻撃必殺防御、これでいかがでしょうか。うわ、
初っ端から崩してくると思わなかった。いやー、え、なにそれ、負けた。あー、おととい来ますわ。ガッハハ、盾のそれ身に染みたろ。まだそんなことを次は必ず懲らしめてやるぞと。うわー、しまった、帰らないと。あ、いやいやいや、あー残念、まさか普通にやっときゃよかったんだね。ちょっとエインさんに エインさん訪問しないと。うわー、7日も使って無駄なことしちゃいました。うむ、依頼に失敗してしまったが残念です。改造の謎が失敗しましたと。あ、先に絆つく結ばれちゃった。ほいになりましたよと。さて、あ、残念だね本当に。わざわざすみません。参ったな、あなた、そんな感じかい。はい、もう一回行くよ。ありがとうございます。はい、出れたでしょ。さてさて、どうしたものか。またこれかい。どこ行けんだよ今度、剣行ね。いやー、参ったなこれ本当に。今度はもう普通にやろう。もう崩ししちゃダメだわ。よっぽど分かってる時じゃないとね。はい、どうぞ。そうよね。翔陽さんって翔海さんのおやさんだったっけ。あー、記者覚えてないなー。あ、カモさんいますわ。あ、そうだ、君主重心だからね。君主重心だからダメなんですよね。はい、この辺りで奇怪な声がね。あー、参ったな。始めようか。これだけはちょっと抑えていきましょう。はい、で、あ、お金だいぶなくなったね。ちょっと待ちましょう。はい、どうぞ。訓練ね。両毛さんが両毛さんで訓練をと。報告します。両毛さんが寛平さんで訓練をと。もちろん良いぞ。よいしょ、ちょっと待って。あなたまだまだいけるよね。あ、エインさんだけか。はい。いや、なんかちょっとね、竜王さんに嫉妬しちゃうわ。あんなにエインさんと仲良くされたらね。英語来てくださいました。いやー、これで絆気づくわよ、もう。え、もうちぎっては投げ、ちぎっては投げ、ね、しないとね、絆はね。命が惜しけりゃ、そう簡単には。はい。これは、受け切れます。あ、今度は完全に勝ったね。一番初めに、ね、さっき両方減ったもんね。さあ、もうね、いきますよ。攻撃、防御、攻撃。必殺で攻撃でいいか。あ、防御にしとこうか。あ、でも最後崩しが来たら嫌だな。攻撃にしとこう。はい、決定ね。受けなされ。あ、防御されちゃった。これでもくれ。こっちがこう防御ね。受けなされ。おし。あ、必殺同士ね。けなされ。よし、あー、今度は行きました。なかなかの腕ですが、まだまだですな。さっきね、負けといたのにね。はい、武力経験が2上がりました。クエやられたと。母はどうせこねなことだろうと最初から察しはついていた。なんとこの賊が例のふりよ。それがしは村に行って事の顛末を皆に知らせましょう。後ほどそれがしに来てくだされと。いやー、あ、ごめんなさいね、コウジュンさん。もう先にエインさんに会いに行っちゃいます。急ぎ支度をせねば。民が遠州を献上してまいりました。民は農業の発展に大層感謝しているようですと。両毛と孫が新書によって大親友になりました。うん、お、エインさんと。エインさん手広く、あら。まあ大丈夫だよね。
あ、なんか今出ちゃったね。スペースキーをね、実は連打するんですよ。連打っていうか、結構押すんでね、時間止めるために。その時にメッセージが、その瞬、その直前で出てると消えちゃうんですよね。ごめんなさいね。ガッポからも派兵せよと。いいですよ。ガッポで農業に投資してはどうかと。はい、でしょ。ちょっと待ってね。あ、でもまあ、今週の我が君の言うことは後回しにしましょう。はいと。サイインさんに会いに行きますよ。総評殿ありがとうございます。村の者たちもこれで安心など喜んでおりましたぞ。それはよかった。これにて一件落着ですな。しかしこの一件それがしだけではたたりの喪失さに負けて真実を見抜けなかったでしょう。それがしは自分が情けない。民が怪力乱心に惑わされている時こそ気候のごとく冷静であるべきなのに、何も恥じることはありません。私は縁因殿の民を救おうとする気持ちで動かされたのですから、総評殿気候にご相談して本当によかった。これからも皆が安心して暮らせるよう共に力を合わせて参りましょう。来た。さあこの人を呼び返さないと。はい、そういうといいな間にと。お、商業増えましたよ。さあね、ちょっと待ってね。ひょっとするとね、認知移動提案が通らないかもしれないです。というのもおそらく、あ、やっぱいない。あのね、収容分税じゃないとダメなんでしょうかね、という可能性があります。じゃあどうすんのと。そうな、あら、あ、閣下さんがお亡くなりになったからだ。そうなったらこれで入れるしかないでしょっていうとこですね。あ、いたいた。ほいと。ああ、はい、では始めましょう。おお、嬉しいな。じゃあね、ちょっと時間よくなりましてこの辺で終わりましょう。総評さんで3号4 3終わっておきます。どうもありがとうございました。